あっちどっちそっち ABS。 さあ、この時間はスタジオにゲストさんにお越しいただいております。というのも4月23日土曜日、上野フレックスホテルで初心者向けの竹蔵の伊賀名張株式投資セミナーが開催されるということで、ここからは詳しいお話を証券アドバイザーズ株式会社の高知優さんに伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。今日は東京からいらっしゃったということなんですね。東京から3時間半近くかけて、朝8時の新幹線に乗って、名張市着いたのが11時40分でした。そうですか。はい、はるばるありがとうございます。初めて名張市来させていただいたんですけども、非常に、空気が澄んでいて、はい、よかったです。すごい、ね、のどかなところなんですけど、高知さん、ちょっと誰かに似てるって言われたことありませんか？松岡修造ですか？そんなことはないですよね。いや、私ビーズの稲葉さんに似てるなってちょっと思ったんですけれど。聞いてますかね皆さん、ビーズの稲葉さんに似てるというふうに初めて言われました。54年間生きていて。本当ですか？はい、ありがとうございます。ちょっと本当に似てらっしゃるなと思ったんですけども、今回、はい、伊賀名張でセミナーを開催されるということなんですけれども、はい、なぜこの場所で開催することになったんでしょうか？三重県といいましたら、はい、古くから伊勢神宮で栄えた町ですよね。で、全国各地からお伊勢周りっていう形でですね、人々が集まって、はい、その土地柄とか、何より大切にしているのは愛想の良さというふうに、はい、聞いておるんですけど、本当なんでしょうか？そうなんでしょうね。愛想いいんですかね。とにかく明るく、はい、愛想良ければ商売もうまくいくと。なるほど。充実した暮らしが送れる、そういうふうに、お伺いしてるんですね。で、その中で伊賀市は、去年全国で移住しやすい町23市というものに選ばれたというふうにお聞きしまして、はい、生産だったり消費だったり文化、暮らし、多様な分野にわたって市民活動が持っているその民力、民力ですね、うん、が高いというふうに評価されているそうです。また名張市の方はですね、はい、人とのつながりを大切にして互いに支え合う、うん、地域共生社会というのを現実に向けて、はい、取り組みを進めているそうなんですね、うん、で、またその地域力向上など成果を出しているということで、はい、世界の WTO ですね、世界保健機関が、視察に訪れるというようなこともあったようで、世界的に注目されているというふうにお聞きしています。このようなその民力とか、はい、また生き生きとしたパワーのある伊賀市と人とのつながりを大切にして支え合う、地域共生社会の名張市、とにかくそういったところで、弊社としましてはですね、はい、とにかく投資で世界中を明るくしたい、元気にしたいという思いから、このセミナー第1弾ですね、当社としては開設後第1弾のセミナーになります、はい、この伊賀名張セミナーを企画させてもらいました。じゃあこれを、第1弾としてまた第2弾、その後もあるかもしれないという感じですかね。はい、はい、そうです。でもなんかこういったいろいろな理由でこの伊賀名張でまずは第1弾が行われるということになったということなんですけども、はい、なぜこの大紀証券さんとの共同開催になったんでしょうか？はい、当社は実は今年のですね、はい、1月にできたばかりの、まだ若い本当に会社なんですよ。で、もともとみんな証券会社で働いておってですね、はい、一つの組織としてこう、やっていかなきゃいけないっていう中で、どうしてもやっぱり組織にいますと、はい、いろんな目標があったりですね、いろんなこう弊害があったりしてですね、はい、なかなかこう自分の思うような営業スタイルで仕事ができないっていうケースが多いんですよね。そういった中で、とにかく今集まっているメンバーっていうのはお客様ファースト、はい、とにかくお客様お一人に寄り添って、お付き合いがしたいと。で、お客様と共に、会社もまだ若いですから、はい、お客様と共に成長したい、その一心で、それができる会社だったら作ってしまおうじゃないかということで、今年の1月に、できたばかりの新規参入した会社なんですね。で、その思いがですね、当社の思いがその経営方針ですよね、はい、そこに共感していただいたのが実は大紀証券さんなんですよ。ですから当社
商品の仲介業者という業種になるんですけども、その仲介先を大気証券さんの方に、決めさせていただいた。そこと合同で、まあ、セミナーを開催するっていういきさつになりました。なるほど、はい、そうなんですね。じゃあまずもう本当にこう今勢いのある会社というか、はい、そういう感じですね。はい、ありがとうございます。で、現在はテレビ CM もされているとお聞きしたんですけれども、はい、どのような意図があるんですか？みっちょさんですよね。はい、先月の3月の23日に放送されてるんですけど、なんとなくテレビの CM ってご覧になったことございますか？そうですね、テレビ CM は流れてますので。流れてます、はい、で、ご覧になった方も多いと思うんですけども、ズバリその今回のセミナーを開催することのとにかく知名度アップです、はい、ただしかしながら会社の宣伝とかですね、商品の説明というだけではございません。内容はですね、資産運用がしたいんですけどなかなか今更聞けないとか、はい、知り合い周りの人がですね投資をされている、資産運用されている、だけどその資産状況すごく羨ましいですよね。そうですね、とかですね、何を投資していいんだかよく分かんないと、いう内容が、まあ、いくつかあって、はい、その中でお二つ以上当てはまった方がとにかくぜひ参加してみてくださいっていうような内容の CM になってるんですね、はい、だ単にその投資をしてお金儲けをしませんかとかですね、そういう内容じゃないんですね、はい、ただどうしても投資って言いますとイコールお金儲けっていうふうにパッとこう思いつくと結びついてしまうことが多いじゃないですか。そうですね、そうですね、そうなんですけども、ただしかし投資にいろんなこう意味がやっぱりありましてですね、はい、もちろんお金を増やすための行為も投資ですけれども、資産を守ると、資産防衛ですよね、これも立派な投資行為の一つなんですね。なるほど、資産を守るという考え方もあるんですね、あるんです、どうしても投資イコールお金儲けになるんですけど資産防衛っていうのも立派な投資の一つなんですよ。で、そうなってくるとですね、その資産を守る、資産防衛、これ一体どういうことなの、はい、こうクエスチョンマークがポポポッと出るんですけども、そのようなお客様、まあ、聞いていただいている方、不安になっていることもしくは不明なことっていうのを分かりやすく当社専門のアドバイザーがお客様目線、お客様の立場に立って一緒に考えさせていただくという内容の CM になっています。ですからCM ご覧になってですね、はい、まあ、CM の中で2つ以上当てはまった方って言ってるんですが、はい、気になることが1つでも、いや1つでもっていうかむしろなくてもですね、いい機会なのでぜひお越しいただければというふうに思うんですね。ただ CM 流れててですね、参加したいんだけど問い合わせの番号がCM で瞬間出るんですよ、はい、ただ本当にちょっと瞬間になっておるんでですね、番号がわからないっていう問い合わせが、はい、結構ございます、はい、でここでちょっともう一度ですね問い合わせ番号だけを話させていただきたいんですけども、お願いします。参加ご希望のお客様はですね、06-7777-0203 06-7777-0203、こちらがですね問い合わせの番号になっております。 CM では本当瞬間しかちょっと映ってないんで見づらいっていう話がありましたんで、改めてここで告知させていただきます。はい、いやでもこう今ちょっとね CM 内容とかもお話伺ってみてなんですけれども、はい、やっぱり投資っていうと YouTube とかでも結構ねそういう番組あったりしますけど、いっぱいありますね今、なんかお金儲けってくるとやっぱりちょっとガードしてしまう気持ちとかある方もやっぱりいらっしゃるかと思うんですけれども、そうですね、資産を守るっていう考え方のお話とかもね、はい、今していただいて、あそういう考え方もあるんだっていうので、なんかもっといろいろとのお話を伺ってみたいなっていう気持ちにもなりましたし、はい、でまた周りにちょっと失敗談とか聞いてる方とかもねやっぱりいらっしゃったりとかすると、はい、より不安な気持ちになるというか、興味はあるんだけど、はい、でもこう一歩踏み出せないみたいな、
でそういう気持ちの方もやっぱりいらっしゃったりするので。そうですね、今回そのお話を伺える、いい機会なのかなっていうすごい思いました、はい、で先ほどね、本当資産を守るのも立派な投資行為と伺いましたけれども、本社が考える資産、投資をする意味っていうのはどういうことなんでしょうか、はい、最近本当この近年のコロナショックということがもう世の中でずっと今も継続されておるんですけども、コロナショック後に経済回復するまでのその過程ですね、なかなか我々こう身近に生活していて、景気が悪くなってしまったとか経済が悪くなってしまったってなかなかこう肌で感じることって少ないと思うんですよね。ただ結局需要とか消費とか供給とかそういったものが追いついていかないで、ただ世界的にインフレ懸念、インフレっていうのは物とかサービスとか物価の値段が上がっていくっていうのがインフレなんですけども、そうなってくると言い換えると現金の価値っていうのがどん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 目減りしていってしまうような、そういうことにつながっていくんですね、で日本ではそのインフレとは逆に、物価が継続的にですね下落する、このデフレっていう言い方なんですけども、その時代がずっと日本長かったんですよ、でそういった続いたこともあってですね、そのインフレに対するその危機感というのが、非常に日本人の場合は薄いというふうに言われているんですね、でそうなった時に物価がこれからどん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 上がっていく、生活が苦しくなっていくってこともおそらく考えてない方の方がほとんどなのかなと。そうですね、実感とかも今のところないので、ないですよね、先のことをそういうふうに考えるっていう機会もないかもしれないですね。そうですよね、だからそういう、日本人特有の、持っている部分なのかもしれないんですけども、ただしかしですね、世界的にこう目を向けると物価は多かれ少なかれですね、着実にこう上がっていくっていうことが一般的の、理論なんですね、でインフレ時代っていうのは結局資産を守るにはとりあえず現金とか預金、これが一番安心というふうに思われがちなんですけども、これまでの発想をその大きくですね転換する必要が、あるというふうに思っておりまして、資産防衛っていうのはどういったものなのかっていうのをこのセミナーでですね、皆様に分かりやすく解説できたらなというふうに思っております。そのようなこう中長期的なインフレリスクに備えて、私たちは何をすればいいんでしょうか。それここで話すとですね結構尺が足んなくなってしまうんですよ、話したいんですけど、本当は話したいんですけども、ちょっと尺の関係上ですね、詳しい内容っていうのはとにかく、ここで話すセミナーに来ていただく意味なくなってしまうんで、それより何よりこの数分間で説明できないんでですね、詳しい内容っていうのはセミナーの中でですね、きっちり種明かしをさせていただきたいというふうに思ってます。でもそのまま言ってもですね、触りだけでも何とか教えていただけないでしょうか。触り、例えば、現在世界規模でいろいろな出来事がありますよね。そうですね、新型コロナウイルスやロシア、ウクライナ問題、インフレによる物価高、またアメリカ の金利上昇などなど、でもこんな時だからこそ我々個人にもできることがあるってことですよね、あるんです、もちろんです。今日はその時間の関係で多く話せないんですけども、今おっしゃられたその世界規模ですね、これで起きているさまざまな出来事、非常に悲しい現実なんですけども、そんな中で個人にできることの一つとして資産運用っていうものを考えた時にですね、これらの出来事っていうのが、ピンチと捉えるのか、もしくは、チャンスと捉えるのか、考え方一つでもう180度結果っていうのも変わってくると思うんですね。でこれから世界もちろん先ほど申し上げましたように物価の上昇ということで、インフレ率の急上昇というふうに言われておりますし、経済が鈍化することによるいわゆるスタグフレーションってちょっと難しい言葉なんですけどね、景気の停滞、景気が悪くなっていってしまうということと、インフレ、物価がどん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 上昇していくという、不均衡の状況が同時に進んでいくというふうに言われているんですね。で先月アメリカのですねちょっと専門的で難しい話になっちゃうんですけども、ちょっとだけいいですか、アメリカの FRB が金利を 0.25 引き上げたということで、
その中でもですね、当然まあ我々としては、アメリカを中心に今世界が回ってるって言われてますが、はい、そんな中でまあ自分にできる資産防衛って何かなって考えた場合ですね、はい、いろいろプランがある中で、お金を増やせるチャンスっていうのはですね、逆に今がチャンスなんじゃないかな、ピンチをチャンスに捉える、それが今の時なんじゃないかなというふうに考えています。でちょっとこれ以上話してしまうとですね、はい、どんどん私話したくなってしまうので、説明ちょっとこのぐらいにしておきますけども、はい、とにかく会場では目から鱗の内容っていうのは満載に、なっています。ですからお時間都合のつく方はぜひ会場にお越しください。非常に当日の内容が気になりますが、はい、今回のセミナーは定員何名でしょうか？30名になってるんですけど、50名様までの用意はしております。はい、時間ですが11時30分からお昼2時30分まで、はい、お昼を挟んだセミナーになっていますよね。はい、途中お腹空きますよね。空きますね。まさか昼食付きってことはないですよね。まさか昼食付きなんですよ。昼食サービスさせてもらいます。すごい。ただもちろん無料です。はい、でもちろん強制ではございません。その辺はご安心ください。はい、それではもう一度セミナーの詳細をお伝えします。テラス証券アドバイザーズ大気証券共催セミナー、三重から日本を元気に、初心者向け竹蔵の伊賀なばり株式投資セミナー。開催日時は4月23日土曜日、場所は上野フレックスホテルです。時間は11時開場、11時30分から2時30分になります。お昼が出るか出ないかは当日のお楽しみってことですよね。出ます。出ます。コロナ対策を実施した上で開催いたします。では最後に小内さんから一言お願いします。はい、今日はですね、電話での出演も OK っていうふうに、はい、直前になって聞いたんですけども、はい、ただやっぱりですね、我々の営業スタイルが対面の営業になっておりますので、やっぱり現地の雰囲気に触れたい、はい、あとやっぱり生の声で伝えたいというのがありましたので、はい、こちらの方に、お伺いさせていただきました。はい、でなぜ資産運用なのか、ゆとりある生活、老後の資金に備えて様々なので、はい、とにかく現場に来てですね、はい、セミナーの内容を見ていただければ、はい、参考になるとは思いますので、はい、一つよろしくお願いいたします。はい、ということでここまでいろいろとお話を伺ってきました。はい、とにかく資産運用、またその投資について気になる、興味があるという方はね、はい、足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。ここまで証券アドバイザーズ株式会社の河内優さんにお話を伺ってきました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。あっちどっちそっち ABS